一斉のでバンバンザイミユです。ジュースです。ナナです。はい、ということで皆さん、本日はウーバーイーツ1万円分をしていきたいんですけども、今回後撮りでございます。イエーイ。あ、結構前に撮ったよね。うん、うん、撮った。まだビジュが悪い頃だしな。出した。本当にそれだって悪い時はマジ悪ない。うん、ガチで悪い。ガチで悪いんだよね。はい、ということで、まあ、1万円分 Uber でお互いのものを頼むっていう企画なんですけども、うん、皆さん個人個人の撮影風景をぜひご覧ください。いやそれ Vlog 始まる。この動画をさ見る前にみんなに伝えたいこと何？やっぱり本当に笑いあり涙ありの壮絶な1万円企画なんですけど、まあこれ1万円企画と見せつつも3人でやってるんで、実はこれ3万円企画になっております。そうだね、はい、トラブルとかあったり、うん、本当にドバドバしてるんで。ピンポン。心臓ドバドバとは。はい、こちらとはディス君がね、TikTok の方で案件を受けさせていただいたんですけど、こちらが非常に似ておりまして。心臓ドバドバ。確かに。もうね、ほんといじ、もういじり倒してくる。まあ、基本的にもらったお仕事はやらせていただくんですけども、はいはい、まあこの二人いじってくるんですよ。俺の前でわざと見たりとか。クオリティ高いんだもんね。毎回毎回だってさ、すごい伸びてるから、8000ぐらいのいいねついてたよ。すごいすごい。1万もいってなかった。面白い。だからまあまあ、ここでお願いしたっけな。 TikTok は期限までに出すので、本当にギス君の連仕事関係で連絡が遅い場合、私たちに連絡ください。はい、お願いします。はい、ということでね、はい、結構ねペコちゃんのやつとかね、はい、400回ぐらい前リアル撮り直したんで、はい、もう真摯にね受けさせていただくので、はい、まあね逆にね2人が毎回動画で言ってくれるんで効果が出るとは思います。はい、本当にだって今日もねインスタ載せてくれましたし、僕のネアカールソンっていうモノマネをしてるんですけども、それをね勝手にインスタとかに載せて100万人超えの人がね。はい、ということで皆さん1万円企画この後もお楽しみください。お楽しみねえだろ。それでは早速やっていきましょう。おはようございます。今日は目覚ましの前に起床しました。みゆです。ひほうです。朝ね、鏡を見てきたんだけど、びっくりして肌が終わりました。確実にマジでこれ以上近くにはいけないんですけど、今日はルナにね、頼んでいくんですけど、ちょっとお店が少ないな、朝だから。ちょっと早めに頼めるところ、多分カフェとかそこら辺を当たっていきたい。ルナは朝、小食なのでちょっとカフェラテとかそこら辺がいいかな。あ、今私が一番食べたいメロンパンがある。メロンパンとカフェラテを頼みたいと思います。多分ギシはまだ起きていないと思うので、ゆっくりと洗濯を回したりしてゆっくりして待ちたいんですけど、私もちょっとなんか早めに起きちゃったのですっごくお腹が減っている。だから家のものをつままないようにちょっと頑張りたいと思います。おはようございます。今起きました。マジで眠たい。てかね、見て寝癖。ね、さっきね注文しようと思ってんけど、朝ね何で起きたかって言って、みゆちゃんのピンポンで起きたの。みゆちゃんのピンポンとかウーバーのチラッて見えて嬉しいものがありました。でどん、カフェラテー。いや、その前にルナの顔面失礼しました。もう多分もうね、もう分かってると思う。ルナはもうバンスコキャラをつけてほしい。もう言うのがめんどくさいから、プツプツができたの、いっぱい。なんて言うんだろう、季節の変わり目とかで。何やこれ、カフェラテ。あんなにも過ぎらたらて、あ、うまい。朝のコーヒーはうまい。ちょっとルナね、このピン止め大好きやね。ちょっと見てほしい。見て、こういうピン止めが好きなの。これはグッチのやつで、ジンくんにもらったやつで、これとかこれとか、これはファンの方からもらったやつ。かわいいしょ。で、もう一個届いたのが、テレテテテテーメロンパン。乾杯。え、嬉しい。みーちゃんのこのセットね、朝はパンがいいの。いただきます。うん、うん、紅茶の味するわよ。うん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 。皆さんはルナの髪の毛ショート派かロング派どっちですか？友達にも言われた。なんかロング派が多かったの。ほんでルナの友達に絶対ルナはロングやからショートに切るなって言われたの。なら、え、ショートめっちゃ似合うって言われた。まあそんな感じで朝からは本当に優雅な始まりです。
多分儀式寝てると思うので儀式もピンポンで起こしたいと思います。朝何のイメージある儀式？でもコーヒー飲んでるイメージあるから、やっぱ何サンドイッチとコーヒーでいいんじゃない？サッカーの遠征行くとかなってもさ、サンドイッチとコーヒー食べてそうだし。オッケー、儀式のも頼んだよ。おはようございます。はい、現在ですね、あ、やばいやばい、あの予想以上にあのちゃんと9時に起きれました。予想以上つまらなく9時に寝された。まあということで早速始めていきたいんですけども、まあまずですね、とりあえずミュウに何か頼まないといけないということで、ミュウは早起きなんでね、お腹を空かせてると思うんで、うわやってる店少ないな9時だから、もう何でもいいや。じゃあちょっと撮影の準備みたいのしようかな。届いたよー、届いたよー。なんと奇跡が起きました。いや様子変えろってな、もうこれ以上近づけない。ということでなんと朝から吉野家が届きました。吉野家です。ちょっと嬉しいけど、ちょっと朝からお肉。いやでもね、吉野家って意外と重くがっつりに見えて、意外とねおやつにもいけちゃう感じがするんで、結果オーライかな。ありがとう岸さん。牛丼とおしんこと豚汁が届きました。ありがとうございます。こう健康にも気を使ってくれる優しさ、嬉しいです。いただきます。最近私はね、お家でご飯を食べることが多くって、自炊というかなんかお手伝いなんだけど、マッカがねよく私の家に来てくれるので、おいしい来てくれるので、マッカ料理上手なんですよ。なんかちゃんと自分一人で自炊することあんまりないかもしれない。ルナは本当にすごいよ。コロッケとか作ってたりしてたやん。マジでいいお母さんになるなって思いながら私見てる。ちょっとゆっくりご飯を食べていきたいと思います。事件です。事件が起きました。私ね、牛丼の残りを食べてたんです。そしたらね、ピンポンが鳴ってね、見てなんか届いたの。アイスコーヒーが入ってたのよ、こっちには。え、何？サンドイッチとコーヒーが来た。なんだなんだ、私も朝ごはん来たからちょっとルナに聞いてみよう。送り間違いかしら。今電話できるって送りました。でその間に私も牛丼食べちゃう。はい、ということでみゆちゃんから先ほど電話がかかってきて、やっぱバッテリーが1個しかないから急ぎます。そうみゆちゃんのところで頼んだからやり直します。とりあえず儀式に頼んでいきたいと思います。多分お腹空いてると思うから、ってことで私は朝からがっつり目をちょっとやっていきたいと思います。牛タンとかよくさ、そうちゃう。ルナは牛タン今食べたい。メロンパンとかさ、食べた後だからさ。初めて東京に来た時さ、牛タン食べたんやけどさ、なんか知らんけど。牛タンって東京に。はい、今大事件が起きましてですね、ルナに電話をして確認したんですよ。そしたら、ルナが間違えてみゆちゃん家に送っちゃった。食べれる？って言ってくれて、私がもらっちゃうよこれ、アイスコーヒーありがとねとか言って電話切ったんですよ。で私がカメラに向かってずっと、うん、このアイスコーヒーめっちゃ美味しい、あ、このサンドイッチ美味しい、 Uber Eats の店員さんってあったかいよねみたいな話をしてたんです。でチラッとね、この画面がね右にあるんですけど、その画面を見た時に、そう、撮ってない状態でずっと一人で喋ってたんですよ、私。恥ずかしい。なんで、ちょっと再現するために、ルナにもう一回電話かけたいと思います。あ、すいません、何度も。もしもーし。あ、もしもし。え、ルナ。何？アイスコーヒーとさ、サンドイッチ、義士に頼んだ？一回やった会話やって。カメラで撮ってなかったから、再現して。マジミユちゃんすごいな。え、マジで私やばいんだよね。すみません、何度も何度も。申し訳ないです。いいえ、いいえ。じゃあね。ありがとうね。うん、頑張って。バイバイ。なんかしかもさ、おいしいってさ、初めてみたいなリアクションしてもさ、なんか自分にとっては2回目だからちょっと恥ずかしいんだよね。大好き、こういう感じのコーヒー屋さん。星のコーヒーとかも大好き。
なんか届いておきました。おはようございます。牛タン弁当でございます。うまそう。じゃーん。あれま。ということで、いただきます。もう美味しいに決まってます。これ食べて、一回ね、家モードの格好になって、今眠すぎるから、それで行きたいと思います。じゃあ、スタート!はい!ご飯も食べ終わったということでですね、ちょっとゴロンします。よっ。ルナの昼ご飯をね、頼むんですけど、私も朝ご飯が2回あったから、お腹がね、減らないということで、でもルナってね、嫌いなものがマジでないんだけど、唯一苦手なものといったら、甘いものが、まあ自分からは買わないので、ちょっとなんか甘いもの尽くしにしようかな。タピオカとかいいかな。頼みます。じゃあ私はちょっとまた昼寝。みゆちゃんからね、ウーバーが届いたんですけど、ウーバーの人がね、さっきね、ちょっとね、すごくかっこいい人だったの。わっ、見てね、ちょうどおひさんがパンケーキが輝いてる。すごい、パンケーキや。パンケーキと、なんかね、2個届いたんよね。タピオカ。おー、あと、アイスコーヒー、幸せのパンケーキやって。これ有名だよね。タピオカからいただきたいと思います。よいしょ。うん。おいしい。うまい。でもちょっとタピオカほろ苦いかもしれない。バター?生クリーム?こっち生クリームでしょ。ルナ。正直言うと甘いものちょっと苦手なの。でも嬉しい。見て、今こんな感じつけてます。うん、うまっ。やばい、こんなホットケーキうまいわ。パンケーキか。パンケーキとホットケーキって何が違うのと思う。最近ね、ルナ本当に朝も自炊してるからさ、なんかウーバーイーツもあんましないの最近だから、なんか久々にウーバー食べるから不思議な感じするわ。みゆちゃんの考え的にさ、ルナ甘いものが好きと思ってるのかね。でも好きそうな見た目やもんね、甘いものが。だからブラックコーヒー初めてかもな。大雑把だけどこのままさしちゃいました。乾杯。あー無理や、これ苦い。牛乳がないと飲めない。ギスク何頼もう。何がいいんだろう。でも、ギシ君って運動してるから、やっぱさ、あれ思うね。筋トレしてる人とか筋肉ついてる人ってかっこいい。ほんとに。わかった。ギシ君に、鳥の胸ってさ、胸って胸さんじゃん。ヤクルトの。胸か。今いくら残ってるんやっけ。うん。7000円やったら結構、まだまだあるから、一番高いやつ頼んでいきたいと思います。オッケー、食べた。じゃあ、ギシ君。食べてね、ちゃんと。ルナも今これ食べるからね。二度寝してました。はい、なんか準備して寝ようって思う。なんか何喋ってるんで、まあとりあえず来ました。はいはい、ということでですね、ルナから届いたのはこちら。うん、キューピーティー。これあれじゃん、ヒカルさんとかが勧めてるやつですね。なるほど、昼にしてはいい。いや、でも言うて寝てたからあんま腹減ってないんですよね。まあ、ちなみにソースが2つ入ってて、ポン酢と四川風ソースが入ってました。あ、LINE 来てますね、ミュウから。私のお昼まだですかと。来てました。じゃあ、今から送ります。うわ、俺まだ1500円ぐらいしか送ってないなと思う。これ高くて良さそうですね。はい、次、高級焼肉弁当にしたいと思います。こちらですね、料金が4500円。自分の寝坊をなんとね、お金でカバーしようと思っています、この男は。まあ、鶏肉ね。うん。鶏肉を、なんでルナが頼んでくれたかと言いますと、僕が、まあ、忙しい中、ウィナーズを頑張ってるから、僕の体に気を使ってくれたのかなと、僕はそう勝手に解釈しております。やっぱさ、あれ思うんだよ。筋トレしてる人とか筋肉ついてる人ってかっこいい。強度の高い練習とかもめちゃくちゃするんで、まあ、やっぱ鶏肉を食って本気を出すしかないなってマジで思ってます。うまいな、ここや。で、やっぱ試合に出て、試合に勝って、みんなでね、ほんと喜びを分かち合いたい。そのための体作りの鶏肉なんだろうなあ。そう言ってくれよ、ルナ。筋トレしてる人とか筋肉ついてる人ってかっこいい。ということで食べていきます。はい、
ということでですね、2時になりました。ようやく義士からご飯が届きました。ありがとう。マジでルナから間違って届かなかったやつがなかったら、私は多分今頃お腹と背中がぺったんこにくっついていたかなと思います。嘘です。はい、ちょっとやばいのよ、紙袋できたの。何かと言いますと、めっちゃいい匂いする。失礼いたします。うわー、やばい。え、見て、わわ、焼肉弁当だ。え、めっちゃ高そう。うわー、なんかこういうご褒美もらっちゃっていいのかしら。私、ありがとう。今まで嫌だったこととか全部どうでもよくなった。ありがとう。ありがとう。よかった、お化粧とかしてなんか素敵な状態で食べれてよかった。早速いただきたいと思います。ありがとう。マジでね、最近ずっと焼肉食べたかったんです。もう最高。やだーやだー、光輝いてるから多めに入れちゃいます。よく喋るわ私も。え、見て、ダン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 。あ、いただきます。初対面の人とかとご飯行くってなったら絶対焼肉行くのよ私。一緒に焼くからさ、仲良くなれる気がして私は好きなんだよね。うん、いただきます。うん、うん、え、天国ここ。なんか最近私さ、バグってんのよ食が。一日に3食以上食べれると思う。今まで行った焼肉屋さんで雰囲気、味、見た目、トータルを含めてランキングをつけるとしたら、1位はなんだかんだ言ってガヤです。ガヤはさ、あるのかな北海道以外に。お金のない高校時代からずっとお世話になってた焼肉屋さんで、なんかあったらガヤみたいな。なんか久しぶりに食べたくなる味とかもガヤが多いからガヤが好き。もし北海道に行ってみた際は食べてみてくださいね。どうしよう、次夜ご飯だよね。ルナって何好きなんだろう。そう思ったらなんかメンバーの好きなものちゃんと知らない気がする。私と逆のものを選べば当たる気がする。それでは次の方へ。うん、ゴーゴー、ひろみさん。はい、ということで3時になりました。まあ3時といえばおやつの時間じゃん。でもさ、思うね、3時におやつきっちり食べる人っていなくない？絶対いつも10時とか3時半とかやな。まあ、おやつの時間ということで、義士くんが昨日自分には頼まないものがいいって言ってたから、ちょっと義士くんってあんまりお菓子やってお菓子をね頼んでるイメージがないんです。たまにクレープとか頼むんですけど、ちょっと今日ちょっとそっち系のスイーツをなんか送ってあげたいと思います。韓国スイーツで検索します。ワッフルパラダイスやって。あ、これいいんちゃう。ちょうどさ、今ギシ君のあんまり値段ポンって言ってないからさ、ストロベリー&ストロベリーソース&ミルククリームやって。うわー、くどいくどい。ワッフルに生クリームとベリークリームと、やばっ。とりあえずちょっとね、これは頼まれたものは食べることは絶対だと思うので、ちょっとギシ君が好きそうなイチゴをちょっと選んだので、とりあえずギシ君に送っていきたいと思います。ギシ君ごめんね、おやつの時間だからね。はい、ということでですね、ルナからおやつ送ったよって LINE 来ました。俺甘いもん食べれないの知ってるよね。とりあえずお腹いっぱいなんでしんどいです。じゃあちょっと開けてみます。何これマジで、何これマジで。これ届きました。もう食い方汚すぎだよ。お、うまい、意外とうまい。え、意外と甘くない、全然美味しい、美味しかった。ミエルナの ASMR を見て僕も ASMR したくなったんで、ちょっとやってみますわ。ラジオからつまるばちょわりゃばらばらばら、あいそじまなまな、わわわわ、んんんん、マイホームにあるのオランダせんべい。待って、うんこ漏れた、うんこ漏れた、うんこ漏れた。待って、嘘って思うでしょ、嘘って思うでしょ。マジで見せたい。ちょっと一旦待ってください。くっさー、ちょっと、え、これマジどうしよう。
くっさちょっとみんなに伝えた。ちょっと一旦トイレ行ってきます。トイレ行くっていうかもうシャワー浴びて、いや、ちょっと待って、一旦ケツ洗うわ、マジで。はい、ゴロゴロしてたら7時ぐらいになりましたので、もうちょっと早いんですけど、ルナに夜ご飯を頼みたいと思います。何にしようかなってさ思ってたんだけど、でもね、急にね、私の頭に舞い降りてきたんですよ。これにすれと神様が言っているので、なんとルナには超豪勢に高級寿司を頼んであげたいと思います。よっ、いや懐かしい、これ札幌住んでた時にさ、寿司三昧寿司三昧って言ってた時期あったわ。食べれないのにお金なくて。そんな私が今高級寿司を頼んであげようとしてる。ルナはお魚がね食べたいって言ってたんですよ。なんでお口もすっきりさせてもらって、今お家でね高級な感覚を味わってほしいなということで探します。サビ抜きの方がいいのかな。サビ上げでいっか。ルナ食べれたよね。高いお寿司のセットを送ります。はい、ということでですね、ちょっとギシ君の注文を頼もうと思ったんですけど、みえちゃんからのね商品が来ちゃいました。やばいよ、やばいよ、見て、お魚。でもさ、みえちゃん言ってたんやね、魚食べたいねって言ってたんやけど、お寿司来ちゃいました。やばいやばい、見えちゃった。5260円、税金入れて5690円。高いよ。みんなお寿司ね、最近本当に食べたかったの。嬉しい夜のご飯です。ありがとうございます。はい、ということで夜ご飯です。ありがとうございます。本当に嬉しい。久々にお寿司食べます。私いただきます。これから食べようかな。いただきます。うんうん、うますぎる。うん、うまい。やばいやばい、うまい。最近友達と喋ってたよね、そろそろお寿司食べに行きたくないって言って、本当に食べてなかったさ。うまっ。になんかね、あっさりちゃちゃなんて言ったんやろ。やばいだよね。いただきます。うん、うまい。お仕事したっていうか、なんかめっちゃ体動かしたってないんやけど、なんか本当になんかご褒美もらってるみたい。美味しいです。てか普通にそろそろミシ君のその前忘れてた。うますぎて忘れてた。頼みます。ギシ君マジないでしょ。ずっと残ってるんか。普段頼まないものって言われたからさ、普段やったら絶対さチゲとかがいいと思うんやけど、頼まんもんでしょ。あ、ギリシャ料理とかベトナム料理とかあるんやけど、フティーウーコ。フティーウーコって何？聞いたことないんやけど、じゃあフティーウーコにします。初めて聞いた。昨日のご飯何食べたの？え、フティーウーコって言われてもさ分かんないでしょ。そうだから、それって珍しいもんね。あ、あとココナッツジュースもある。ココナッツジュース。あとはまあ適当にちょっと頼みますね。ルナね、過去にずっとね食べたかったご飯があったんだけど、タコとかイカとかお魚のお寿司の上にさ、こうやってさ動くやつあるじゃん。本当に新鮮で動いてて、それが美味しいって聞いたことあって、それをずっと食べたいなと思ってるけど、 TikTok でもうものすごい、もう本当にものすごくパチンパチンパチンってずっと動いてるお寿司があったの。それを見てからね、あ、もう俺は食べたいなんか言わないって決めた。もう常にいっぱい食べました。まあゆっくり食べて行きたいと思います。はい、ということで現在20時過ぎということでですね、みゆの夜ご飯の注文を選んでいこうかなと思います。まあ今回ね、朝牛丼を僕がね、頼んだわけなんですよ。昼が焼肉弁当？まあつまりですよ。今んとこ牛なんですね。まあなんで、やっぱ中標津もね、やっぱ牛の町、牧場の町ということで、今回は牛祭りデーにしたいと思います。まあ申し訳ないけども。なんで、ちょっと、ローストビーフとかにしようかなって思ってます。ちょっとさすがに重たすぎるから、ローストビーフだったらヘルシーかなって思うんで、はい、じゃあミユ頑張ってくれ。牛祭り、さようなら。はいはいはい、こちゃん撮っててですね、お腹減ったなと思ってたところに届きました。いやー、タイミングが神ですね。
で、ちょっと私中見ちゃったんです。でもチラッとしか見てないから、ここでね、一緒に反応しようと思う。こちらが届きました。中は、なんとどどーん、え、やばい、美味しそう。ローストビーフ丼でございます。朝、牛肉。昼、牛肉。夜も、牛肉。何になってほしいんですかね、私に。そういう縛りでやってるのかな。でも美味しいからいいんだけど。何？え、何？え？え、何？なんかカメラの調子が。あ、大丈夫でした。わー、私ネギが苦手なんですけど、挑戦します、ちゃんと。いただきます。最高やんけ。うわ、ローストビーフ丼美味しい。ひとまず私は安心ということで、こいつを平らげてですね、お風呂入りたいと思います。一斉のでバンバンザイ、義士だけです。ということで、夜21時になりました。義士だけでございます。正直ゲロ吐きそう。まあなんですけども、まあね、言われたものは食べないといけない、そして送られてきたものは食べないといけない、ストイックな低糖質食を誰もが継続して食べられるようにと、さっきの鶏肉に書いていたんで、ヘルシーなことを願います。ということで、届いた品こちら。でがーん、まだ中身見てないんだけどねー。お、何これ、しおれかけのオレンジジュースみたいのが届きました。なんかマンゴーラッシーか、これ。ラッシーみたいなやつですね。マンゴーの匂いがほのかにします。いや、だいぶします。よしよしよし。で、続いて、これがなんか絶対、はい、パクチー、キモいです。なんかめちゃくちゃ入ってんだけど。めっちゃパクチー入っとる。めちゃくちゃにパクチー入っとる。うくーい、匂い。マジかよ。はい、で、こちら。何の料理？はい、料理名がマジでわかんない2品が届きました。わかるのがマンゴーラッシュだけです。とりあえずパクチーはマジで残したいと思います。何これ、ベトナム料理みたいなやつ、そこら辺だと思います。はい、ということでですね、来たんですけど、まあこれね、自分では確かに頼まないと僕は思いました。はい、やっぱりね、世界っていうのは広いですね。ちょ、いただきます。また難しい味。辛っ、バカじゃん、辛っ。てかね、僕さっき思ったっていうか、不思議大発見したんですけども、あとね、ミユに送る分がなんと2000も残っておりました。本当にごめんなさい、ミユさん。もう夜ご飯食べて大満足かと思ってるんですけども、締めにいいもんないかなってちょっと考えてて、の結果今決めました。やっぱ締め、お茶漬けとビールでございます。これ最強でしょ、マジで。だいたい2000円ぐらいで、まあもうちょうど1万円ぐらい、これを頼んで、まあ多分ね、僕の予想だったら怒られるとは思います。秘宝です。まあ怒られるとは思うんですけども、俺だって怒る時あるし、ミユだって怒る時あるし、ルナーは常に怒ってるし。ご飯をね、詰め込んで食べるのは嫌だから、朝頼むなら頼んでねっていう風に伝えてあったのに、やばいです。何が届くんでしょうか。そういう宿命の職業だとは思っているんで、グッバイ。ていうかもうさ、本当にさ、まだあれすぎて、でもお話にならない。多少綺麗にしてくれていると思うんだけど、もうマジで今やばいの。もう本当近づけない、これ以上。本当にやめてください。で、そんなことじゃなくって、義士から LINE が来たので、 LINE の内容がまだ届くよ的な LINE だったのね。でもマジかよと。よ届きました。届きましたし、ちょうど LINE が来ました。彼氏かな、いないんだった。はい、届いたものはですね、紹介していきます。こちら、お茶漬けでした。よかった、揚げ物じゃなくてましてよかった。なんか私揚げ物だったら泣いてたよ。確かに私今日牛肉しか食べてないから、ちょっと嬉しいな。ちょっと嬉しいわ。いただきます。温まるわ。はてはて、ちょっとビールも乾杯しようかな。キリーン。わー、いただきます。わー、一人で晩酌するのなんてマジで何ヶ月ぶりだよ。ヘラヘラさんとのお酒企画以来お酒を飲んでなかった。ちょっと届いたことを義士に伝えたいと思います。マジでビールが久しぶりすぎる。うわ、食べられるかな全部。
ちょっと岸から。もしもし？聞こえる？聞こえるよ、どうした？あんた、私はローストビーフ丼が最後だと思ってたのよ。まだ余っちゃったんですよ。やばくない？だってさ、ぎゅうぎゅうぎゅうだよ。いや、なんか、最初牛丼だったじゃん。だからもう牛祭りの方がいいのかなって思っちゃって。最後までやれ。終わったの、ギシ。俺は今食べ終わって、最後にラッシーを飲んでる。ラッシー？ラッシー。はい、あ、カレー？カレーと見せかけた、なんかマジで商品名わかんないベトナム料理とラッシーが。よく見つけたね。ね、やられた。めっちゃルナに貢献したの。朝はそんな食べたくないかなとか思って。じゃあルナさ、昼にさ間違えてさ、義士に送るはずだった朝ごはん私のとこにさ送っちゃってて、そうだからさ仕返ししちゃった。お昼。え、何仕返ししたの？なんか自衛隊女子高生がめっちゃ頼みそうなものをひたすら頼んで送って。あいつ甘いの苦手じゃん。そうだよ。これで、いや多分俺心うんこ漏らしてたわ。何？うんこ漏らした。またうんこ漏らしたの？見て。何？無理。え、普通に無理。食事中ね、こっち。あ、食事中だったんだ。うん、無理無理。でも食事したものだからさ、ご飯もんや。食べろよ、じゃあ。って言ったもの。うん。てかさ、ここにルナ入れて3人でエンディング撮ろう、じゃあ。あ、いいよ。OK。で、誘うわ。うんふん。ルナいんじゃん。どうやった？ルナもう食べ終わったよ。俺、マンゴラッシーだけ。私最悪。夜ご飯2回もあった。嘘。いや、ごめんって。2回多いな。ルナ、お寿司どうだった？うまかった、めっちゃ。でもまだ残ってる、ちょっとだけ。うまかった。あと3巻くらいやけど。え、俺、本当に ルナのベトナム料理しんどかったんだけど。何届いた？ベトナム。名前知らんて。あれはココナッツな。いや、マンゴーラッシーだって。嘘。じゃあその店の店舗が悪いわ。ルナはマンゴー、あ、ココナッツラッシュ頼んだの。いや、なんでもいいけど見たことない量のパクチー出てきたって。嘘。おいおい、何？ヘラヘラさん以来なんだけど、お酒飲むの。でもあれか、怖くて飲めないよ。ね、飲んでないよね。飯飲んだ。めっちゃ飲んだ。すがすがしいわ。量どうだった？え、でもルナはちょうど良かった。でもお寿司は多かった、あとね、甘いものさ続けてきたからさ、なんとか普通に食べれた。ちょうどいい今だから。よかった、ありがとう。てか魚覚えてたんやね。食べたいって言ってた魚。覚えたか。ありがとう、マジで。うん。どうやった、ギシ君は？お腹きつい。俺休みの日一日一食スンドゥブしか食わないのよ。最初健康だから健康にしてあげた。うん、いや、で下痢になってうんこ漏れて。それは知らん。写真見たろ？汚い、あれマジで。わしのカメラ切れた。あは、閉めて。いいよ。でも、本当にうんこ漏れそうだから閉めたい。ということで、またやりましょう。イエーイ。じゃあ皆さんもよかったらぜひ友達とかとやってみてみてください。はい、ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。バイバイ。